人類が誕生して約20万年、すでに膨大な量の変化を経験してきました。アフリカを出発点とした人類は、現時点で全世界を掌握し、遠く月にまで到達しています。もし、人類があと10億年存在するとしたら、どのような変化や出来事が起こるでしょうか。さて、約1万年後の未来から、私たちは1万年問題に直面することになるでしょう。西暦を4桁の実進数でエンコードするソフトウェアは、西暦1万年からの日付を表現することができなくなります。さらに、現在のグローバル化の流れが続くと、この時点で人間の遺伝的変異は地域化できなくなるでしょう。つまり、肌の色や髪の色といった人間の遺伝的特徴は全て、世界中に均等に分布していることになります。今から2万年後の未来の言語には、現在の言語の 1% 程度しか主要な語彙が含まれていません。この時点では、現代語はほとんど認識できないでしょう。5万年後の地球は、現在の地球温暖化の影響に関わらず、再び氷河期に突入しています。ナイアガラの滝は完全にエリー湖に侵食され、氷河のリバウンドと侵食によって消滅していると予想されています。カナダ北部の多くの湖も存在しなくなります。また、地球の1日が1秒長くなり、毎日にウルー秒が必要になることが分かっています。10万年後には、地球から見える星や星座は、今とは全く違うものになっているはずです。また、10万年は火星を地球と同じような居住可能な惑星に完全にテラフォーミングするのに必要な時間とされています。25万年後、ハワイの近郊の火山が隆起し、ハワイ諸島の新しい島を形成します。50万年後の地球は、人類が人工的に防がない限り、直径1キロメートルの小惑星に襲われている可能性があるのです。また、サウスダコタ州のバッドランズ国立公園は、この時点で完全に侵食されてしまっているでしょう。95万年後には、地球上で最も保存状態の良い隕石衝突クレーターとされるアリゾナ州の隕石クレーターが完全に侵食されてしまいます。これは、7万年前に人類が絶滅寸前にまで追い込まれた鳥羽大噴火と同じような現象であり、100万年後には3200立方キロメートルの火山灰を噴出する超巨大噴火が発生している可能性があります。この時点で恒星ベテルギウスは超新星爆発を起こし、その爆発は昼間でも地球から容易に確認できるようになるでしょう。200万年後、グランドキャニオンはさらに大きく侵食され、わずかに深い部分はあるが大きく緩やかな谷になってしまいます。この時点で人類が太陽系の2つの惑星に入植し、それぞれの惑星の人口が互いに分離したままであれば、人類はこの時点で様々な異なる種に進化している可能性があります。これらの異なる人類は、それぞれの惑星に適応しており、宇宙の他の場所にいる他の人類を意識していないかもしれません。1000万年後、東アフリカの大部分は他の大陸から分離します。両者の間に新たな海盆が形成され、アフリカは2つの陸海に分割されます。5000万年後、火星の衛星フォボスが火星に衝突し、火星は大破すると予測されています。さて、地球に話を戻すと、アフリカの残りの部分がユーラシア大陸と合体し、地中海が永久に閉ざされてしまいます。地続きの陸地の間にヒマラヤ山脈のような山脈ができ、エベレストより高い山ができるかもしれません。6000万年後にはロッキー山脈が完全に侵食され、平坦な平原に変貌します。8000万年後にはハワイ諸島はすべて海底に沈み、1億年後には6600万年前に恐竜を絶滅させたのと同じような小惑星が、地球に衝突している可能性があることが予想されます。もちろん、人為的に防がなければの話ですが、また、この時点で土星を取り巻く輪は存在できなくなります。そして、2億4000万年後、地球は現在の位置から銀河の中心部の周囲をようやく一周することになります。2億5000万年後には、地球上のすべての大陸が合体して、かつて存在したといわれる大大陸、パンゲアのような超大陸が形成されると言われています。この大陸の名前はパンゲアグルティマと呼ばれ、おそらくこの画像のような姿になると思われるのです。その後、4億年、5億年後に超大陸は再び分裂します。そして、5億年から6億年後には、地球から6.5万光年以内に、人類にとって致命的なガンマ線バーストが発生する可能性があります。条件が整えば、あるいは条件が悪ければ、このバーストは地球を襲い、
オゾン層に深刻なダメージを与え、大量絶滅を引き起こすことになるでしょう。6億年後には月が地球から遠くなり、それ以降、皆既日食は起こらなくなるでしょう。また、太陽の光量が増し、地球に深刻な影響を引き起こすことが予想されます。プレート構造の変動が止まり、大気中の二酸化炭素濃度が急激に低下します。この時点で光合成の効率が悪化し、現在の地球上の植物の 99% が死滅することになります。8億万年後には、二酸化炭素濃度が下がり続け、ついに光合成ができなくなります。大気中の酸素とオゾンは消滅し、地球上の複雑な生命は全て死滅するでしょう。そして10億年後、太陽の高度は現在より 10% 増加します。地球の表面温度は平均47度まで上昇するため、大気は湿った温室状態になります。大気は温室化し、海は蒸発することになりますが、地球の極地にはまだ液体の水が残っている可能性があります。そこが地球上の生命の最後の砦となるわけです。今後10億年の間にいろいろなことが起こるでしょうが、もちろんこれまでの10億年の間にもいろいろなことが起こってきました。その先、10億年以上の未来に何が起こるかよくわかっていません。本日はここまで。チャンネル登録、高評価をして、次回の更新をお待ちください。